後藤寿庵平等、後藤久志庵寛永15年は、安土桃山時代から、江戸時代初期にかけての武将、キリスト教信者。本名は、岩淵又五郎。伊達氏の家臣。一説には、葛西氏の旧臣。みちのく国岩井郡藤沢城主、岩淵秀信の次男として誕生。天正年間、豊臣秀吉によって、主家、葛西氏と共に滅びる。慶長元年、長崎に住みキリシタンとなるが、迫害によって、五島列島奥島に逃れ、ここで洗礼を受け、寿庵と名乗り、五島市に改名する。慶長16年、京都の商人、田中章介と知り合い、その推薦によって、長谷倉常長を通じて、みちのく国の戦国大名、伊達政宗に仕えた。慶長17年、後藤信康の義弟として、見聞村1200石を給される。寿庵は原野だった見聞村を開墾するため、大規模な用水路を作り、これが、寿庵堰と呼ばれ現在もその跡が残る。大阪冬の陣、夏の陣では、伊達政宗の配下として、鉄砲隊の隊長を務めた。一方で、寿庵は熱心なキリシタン領主であったため、天主堂、マリア堂などを建てた。家臣らのほとんどが信徒となり、全国から宣教師や信徒がその地に訪れたという。また元和7年、奥羽信徒17名の筆頭として署名し、前年のローマ教皇パウルス5世の教書への返事を送った。ところが、江戸幕府三大将軍、徳川家光の治世となると、キリスト教の禁止が厳しくなり、主君、政宗もその取り締まりを命ぜられた。寿庵を死んだ政宗は、布教をしない、宣教師を近づけないことを条件に信仰を許そうとしたが、寿庵はこの条件を拒否。堰の完成を待たずして、みちのく南部藩に逃亡したとも、出羽秋田藩に渡って死去したとも伝えられる。その後、寿庵から、用水土木技術を学んでいた弟子の千田様と、遠藤大学の指導のもと、およそ 17km 分の工事が進められ、寿庵堰は、寛永8年に完成した。大正13年、治水の功により、寿五位が贈られた。昭和6年には、彼の館跡に、寿庵平等が建てられ、毎年9月11日に、寿庵祭が行われている。昭和26年、宮城県登米市で、後藤久志庵の墓が発見されている。元和8年頃、みちのく仙台藩領から出羽秋田藩領内、稲庭付近に元忠と名乗る男がやってきた。元忠によりこの地域に、日月崇拝を教義とした宗教が伝わった。信者らは、太陽と月を崇拝し、目の紋の入った羽織を着用した。もともとは、畿内が発祥であったとされているが、当時仙北地方から内陸南部にかけて、秋田藩領の甲府の間に柴たたく間に広がった、この宗教は、青梅宗と呼ばれる。秋田藩は、青梅宗を、キリスト教と同義であるとして弾圧した。元和8年に、横手城の副城代閣であった伊達千叟は、領内に住んでいた、教祖元忠を、横手城三の丸の屋敷に招き、捕縛した。教祖捕縛の報を受けた、信者100人以上が屋敷に押しかけ、役人らの乱闘の末に教祖を奪い返されてしまい、そのまま教祖は逐転した。瀬尾兼忠らが活躍し一揆は鎮圧され、藩主、佐竹義信は舅徒らを処断しない方針であったが、横手城代の須田守秀は舅徒を数十人、貼り付けにしている。また、教祖捕縛の失敗の責任を取り、千叟は秋田藩を致死し、江戸に移り住んで筆足した。藩は、数年後に、佐竹南家出身の妻を持つ彼を呼びしたが、以降領内に、やはり筆足した。この、青梅宗一揆の主導者の元忠が、寿庵と同一人物である、とする説がある。キリスト教と同一視されたこと、また、当時の鉱山とキリスト教との関連もあり、興味深い説ではあるが、元忠と寿庵は同一人物である、ないしは、寿庵がこの宗派に何らかの関わりを持っていた、とする確実な史料的裏付けはない。佐藤正元1980、ピアニッシモ5455。この教書は3年の歳月を経て、元和6年に、我が国の部とに伝えられ末期署名者は17名で、その筆頭者となっているのが、後藤久志案で、佐藤正元1980、P55、現岩手県岩手郡松尾村に、すなわち、旧南部領であるが、後藤関と呼ばれる関が現存するが、同地には後藤にちなむ地名、または、姓が一つもないことから、寿庵はこの地において後藤関の改作に何なりと、関与したのではなかったかと、当地の古老に囁かれているが、資料がなく定かではない。田尻左編、蔵遺書見伝蔵保番上特使蔵遺年表 P54。ありがとうございます。